おはようございまーす。おはようございます。おはようございます。編集長。はい。突然ですが、キャバクラは好きですか？まあ、仕事だから行くときもあるけど、あんま好きじゃないよね。本当ですかね。ということで、持ってきたアプリは、僕のぼったくりバーということで、早速始めてもらいたいと思います。ぼったくり？ぼったくりバー？はい。あれ、これなんかあれじゃないの？これ。なんか雰囲気が。いや、まずは回転してみてはいかがだろう。回転してみてください。客引きがお客様を連れてくるまで待ちましょう。ほう、はい。店舗ちっちゃ。え、これがちっちゃいの？ちっちゃくないですか？それが今日からあなたのお店です。え、西川口なんですかこれ？そうです、最初は西川口からですよ。地元、最初から六本木で働きたいと思った大間違い。地元なんですか？あ、そうなんですか？地元、すいません、ちょっとディスるようなことを言ってしまう。、はい、レベル2ぐらいのかな。そうですね。ドロップしてお客さん、ドロップしてお客さんのちょうどその時は隣ぐらいに当てると、はい、で注文をすると、所持金10万円で借金1億円？そうですよ。あ、こっちは借金抱えてんの？そう、抱えてるので、注文返していかないといけないんです。でも、10万や20万ぐらいずつ返してたんじゃ、キリがないので、そうね、もう、100万とか。1回もう売り上げてください。レベルが高い女の子の方が、もう1人つけられるの？高い。いや、1人の客に対して1人です。怖い、もうキャバクラですね。1対1なんですよ。今、続婚ですよ。はい、ネロネロしてます。レベルが高い女の子の方が、ちょっと高額な商品をですね、どん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 。はい、あれですか、ペリドンでもらいやすいっていう。ペリドンが入るんですよ。ドンペリちゃんとか。ペリドンがありますね。てか、あるんですね、そういうのも。はい。はい、ちょっと噂ですが、客層によってもちょっと違うかもしれないっていう噂もあります。相性がいい女子が、女子。あ、また来た。また来たぞ、これ。わ、結構いいジジイですよ、ジジイ。いいやつじゃないですか？これまだ3万円しか使ってないです。で、このおじさん？だって、やっぱおじさんはお金持ってるとか、ね、やっぱゲームはね。この赤いゲージが、ピンクのゲージがある間はいてくれるってことね。そうですね。それが、終わると会計になりますので、会計になったらさっさと追い出して回転率を上げましょう。レベル1の人は多分嫌がるからレベル3をちょっと投入しとこう。でもレベル3の人結構綺麗な。え？うわ、音がすごい。え？今これ正価格だったと3万円。そうですね、1時間3万円も高くねえかこれ。だいぶぼったくってますよ。もうぼったくってます。いっぱいぼったく。100万とか言ってみてくださいよ。それは無理だろう。やってみるとまあ面白いかもしれないですけどね。いやー、そこ行きましょう。10万？ 11万ぼったくる。おめでとうございます。できる。すげー悪趣味だなこのゲーム。これはですね、はい、しっかりもするとちょっと警官とかできたりとかしてね、大変なんで、あんまりやりすぎると、はい、規制かかるとですね、はい、没収されたりするので、その日の売り上げを気をつけてくださいね。ガン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 ね。また来たぞ。これサラリーマン、普通のなんかサラリーマンっぽいですね。これ岩田さんじゃないですか？あれ？岩田さんかもしれない。あれ？これ岩田さん、ジュビローさんじゃないですか？これ。お金はないのに。お金ないのに。お金ないのに借金かなこれ。お借金だ。これ岩田さんだから1でいいかな。1で。はい。ガングロギャルで。うん。ガングロ好きって言ってたからね。あ、そうなんですね。言ってましたよ。これ。注文いるのかな。なんだろう、安いのかな。あ、え、ピンの？これ確実に借金ですよね。入れちゃいます？もう30万使った。ほら、レベルの1の子に続婚ですよ。岩田さん安いからね。もうすぐドンペリ入れちゃう。そう。そのお金はどこから来るんでしょうね。でしょうね。お母さんのパチンコかもしれないですね。楽しいですね。ブラックな話ですね。このおじいちゃん全然使ってくれないな、お金。使ってくれそうな人に限って使ってくれなかったりとか。あ、やっぱ B、ボトル入れてくれた人が優秀なお客さんなわけね。
まあそうですね、有料な人いいかもしれないですね。会計の時に職業とかもちょっとできるので、はいはい、これ稲葉さんじゃないですか。稲葉さん一人で来ちゃうんですね。あでも3、あ4組来ちゃった、やべ、あ来た来た、会計、はい、3万円こう、あ10倍ですか、10倍、10倍いってみるか。えあこれは用心棒読んじゃうぜ俺。でも10万円あ、まあでも差額20万、そう差額20万円ある、はい、怖い。逃げた、 逃げちゃう。用心棒にもですねレベルがあるんですね。おいおいあいつ10万円損ですよ、損あいつ。これ岩田さんので、岩田から取るしかないこれ。これ取るしかないですこれは岩田から取るしかないよ。で稲葉さんがいくらちょっと出してくれるかですよね。今稲葉ね意外とね小銭溜め込んでんねあなるほど。レベル3の女子を編集部の人と重ねてみると切ないものがありますね。あれ行かない、あ逆つけちゃった、いいや、はい、稲葉さんの方がいいのか。いいです、いいです。稲葉さん、そんな、まあ、ワインですね。あ、岩田さん、いくらだろう。岩田さん、岩田さんは詳しいですよね、普通の。ここは32万を使っても、ほら、うん、100万いきましょう。100万いっちゃうでしょ。ほら、成功。バカだね、こいつ。バカだね、こいつ。もう、本当にバカだよね。これはバカですね。バカだ。100万円、なんで何も疑わなかったんですかね。お金ないのにね、あいつね。なかなか違った楽しみ方がある、ね。うん。人と。いながらやっぱせっこいな、ちょっと。ビールですかね、あと焼酎かな。うん、金にならないな、これ。ちまちましたのを。そう、ボトル入れてもらう。あ、おね、女の子にも飲ませたね、今ね。うん、優しいですね。優しいね。注文。あ、これせっこいな、こいつ。これ何時まで残り時間が1時間、まあ、そうですね、まあ、場所は西川口っていうのもありますけども、はい、まあ、ちょっとね、ランクがどんどん進んでいく。これ西川口、完全に風評被害ですからね、こ, れこんなのはないと。私の地元が編集長もそのうち現れるかもしれないですねこれ残り時間がもう 1時間切ってますね。1時間、まあ、そうですね、分解したのであと1分っていうか1時間があと1分って感じですね。会計いくらですか、稲葉さん。いきますよ、稲葉さん。でも6万か、25万いけそうな気がするんだ俺。稲葉さん騙されてくれますかね、うん、いけると思う。まああいつ金持ってるから正規でいいや優しいここ次知らないおじちゃん、会社員4万円。こいつこそ50万ぐらいいきちゃうんじゃない。どういう、見えますね、性格が見えちゃいますね。うっそー、ダメですね。やっぱお金あります。あ、所持金ないんだ今。今日の売り上げは結構来てますけど、じゃあ一回ちょっと逃げとこうか。そうですねおお、はいはい、なかなかね、ギリギリのところで、おお、おお、逃げろ逃げろ、おーって来ましたね。そうですね、ちょっとこうなるとなかなか厳しくなると、これ見守ってる、見回ってるってことね。見回ってますね。怖いな、このね、おじさん。もうちょっと、もうまだ2万しか使ってないですもん。太い客になんなそうだな太い、もう経営者ですね。まあ、最初はちょっとやっぱ怖いですね。返金額どんどん返金していくと、まあレベルの高い店舗を建てられたりとか、うんうん、まあ、レベルの高い用心棒を雇えたりとか、レベルの高いホステスさんを、まあ、雇えたりするようになりますよっていう感じですね。これは悪趣味ですな。そうですね、はい、おお、ただただ売り上げいいんじゃないこれ。安くても、まあ、お店の食べ物の原価とかめっちゃ安いので、うん、はい、商品をどんどん仕入れた方がいいですね。下の仕入れるっていうところからいけるので。あ、本当ですか、はい、でもさ、 100万以上稼いでたら30日3000万以上いっちゃうじゃん。そうですよね。いいね、これめっちゃブラックな人来てる、まあ、でも、はい、でも借金を返さなくてはいけないというですね。あ、はい、手元で残しつつってことね、はい、
もうこんななんか人もいいかもじゃないですか。90万ぐらいしよっか。仕入れもあるから90万。うん、てめえ本気でやってんのかよ。ほら、怒ってますよ。いつか世界のことはね、おないですよ。さや、いらないな、さやちゃんは。ちょっとぶ、うんうんうん、いや、まあでも見てみましょう、どういう子なのかとか。ああ、さっきの子。そうですよ。見れるの？見れますね。本当は。年齢などがね、見れますね。バストは B。血液型 A。沖縄生まれの、お酒は強い。OL さんなんですね、お昼は。沖縄弁が抜けてきた。へ、うん、これはミンちゃんは？あ、もう。フィリピン。弱いんですね、英会話の先生なんだ。へぇ。岩田さん好きそうですかね。お、偉いね、みんな。大学生。困ってんだよ。ナオミ。ル・キャサリン。へぇ、ロシア人なんだ。じゃあもう真っ白ですね、肌が。だからみんなよりも肌渋いですね。仕入れ。ドンペーリー。ペリドンペリドンペリドン入れときますか。8000円なんですね、安っ。まあでも全部10ぐらいにしておいた方がいいんじゃないですか。あ、全部 10？ そう、ね、とりあえず。あ、ビールとかですね、黒ウーロン茶とか結構みんな、あと焼酎とかですね、結構みんな頼むかなっていう。あ、そうね、焼酎結構来てたね。そうですね、仕入れね、安いな。1杯50円とか、ね、仕入れなんてとても安いです。どんだけぶっとくってるのかっていうぐらい。確かにね、正規価格って書いてありましたけど、まあ、正規じゃないですね。まあ、そうですね。あの時点でも。そうね。でもやっぱり面白い。なんかリアルだな、これ。裏ではこんな感じなんですよ、みんな。デザート。食べ物、全部1しかない。5個ぐらいにしときません？そんな買えんの？でも高いのか、1個は。高いのしか置いてなかったら高いのしか買わない。ただの、もう果物とかなんかその説明はですね、こう繋がる。安いケーキ屋さんから買ってるとか、バイトの子が作ったクレープ。自家製で作った方が安上がりです。アイス、あ、一応アイスは高級なんですね。アイスは高級なんだよ。料理。あ、料理マンだ。料理はいいんじゃないですか。いいかね。まあ、あんま食べなかったもんね、今ね。うん、あれ、移転とかありますよ。西川口から脱する。また池袋なんだな、これ。で、次、御徒町。で、歌舞伎町。うん、御徒町の方が上なんだね。そうなんですね。何？偽札製造って。課金が。課金ね。無料で1万円もらえるっていう。よし、行きますか。いいですね。誰が来るかな。音がちょっとな、明るくない。あれ？あれ？最初からいる。最初から警察に呼ぶ。これ一度ね、目をつけられちゃうとなかなかですね、警察の目はね、厳しいですよ。あんまり過剰なぼったくりを続けすぎると、ね、売り上げはですね、没収されたりするので。切ない。ちょっと新人のさやちゃん、さやちゃんつけてみますか。なんですか。お、あ、女の子が飲むのかな。うん、3万円ですね、今のは。いいね、いい値段だね。うん、2杯で3万円っておかしいですよね。おかしいですね。でも借金がやっぱ1億から減ってるのは嬉しいわ。ちょっと9000。でまた増えてんだこれ。あ、ちょっとずつ増えて、やっぱこう利子なんですかね。利子で増えてんだこれ。利子も店舗代も、うわー、怖ー。うわ、ちょっと女の子にも飲ませてあげてよ。ちょっとね、なんか、あ、なんだっけ、こう好みの女の子がついたら、うんうん、リラリラリンって音が変わるとかの方がいいですね。そうだね。変わるといいな。相性が分かるといいですね。良くないですか。ちょっと相性あるのかな。相性とかっていう概念とか設定があるのかどうかちょっと分からないですけど、まあ、いろんな噂はあります。これ12万いけっしょ。2倍、まずは2倍。よし、すごいな。ごっさんです。ありがとうございます。警察いる前での2倍はちょっと意外と勇気がいるよ。そうですね。でもさっきの岩田さんの100万でかいね、いきなりね。でかい。
やっぱバッテリーが入ると大きいですね。幸先良かったです。あれ木大きくなってるんですな、あれな。あ、お菓子だ。お菓子来た。飲み物頼まないで。もうちょっと高いの行ってほしいわ。確かにフルーツ盛りとかいいですね。ぜひぜひ。せこいな、やっぱいっぱいみんな。西川口だからですかね、もしかしたら。バカにすんなって。いや、わかんないですよ。西川口は今綺麗な街になってんだから。こういうお店ありますか？いや、わかりません。だこれ1試合っていうか 1営業日は5分ぐらいなんですかね、うん、そうね。いや、こいつせっこ1万円何も飲んでないみたいな。嘘、あ、読んじゃった。あー、それ友人どうの方が高くついちゃうかもしれないですよ。あー、こいつ、用心棒ほんと使えねえなぁ。用心棒ちょっとですね、成功率がこう、ドロドロ赤につれてこう。早く、早くぼっとくれ、みんなぼっとくれ、早く早く、早くぼっとくれ、早く早く早く。今日の売り上げ12万円ぐらいですよ。やばいね、これ。やばいですね、これだと借金が膨らみますよ。はい、8万そんないきます。ほら、いける。ちょっと今ね、鼻の上がピクッてしてたから、あいつ心理を見たんですね。わかりますかね。お、でも来てますね。こいつは小島かな。天山。天山。わかる人にしかわからない人ですね。天山、天山かな、これやっぱ綺麗なロシア人のお姉ちゃん。私これ飲みたいよ。私これがいい。中国人じゃん。おー、いっぱい来てる。あ、あれ二人で。おちょっといいんじゃないですか。学生さんっぽい。あら、起きたのって違うの。下は違う。これは勝負だぞ、勝負。こいつ使ってる意外と。勝負かけますね。ほら来た。すごい。警察。お、また音が。音が。会場の絶対これは続きますか。こいつね、意外と。え、二人。警察は最大何人ぐらいまで来れるんだろう。これさ、一個言っていい？なるほど。やめる気が起こりません。確かに。続けちゃいますね、うん、どうする。めちゃめちゃ人多いな、窮屈だな。すげえ警察がうろちょろしてるんですけど。3人いますよ。警察いすぎだろこれ。西川口がこんなに、まあいるかもしれません。こんなに警察いるってことはヤンキーの街じゃないですか。まあ、ミニコさんの地元には叶いませんよ。出た、これだから。出た、絶対負けねえって別にいいじゃないですか。なんでそんなね。あれ、そんな出してくれない、いいおじちゃん。うわ、おじさん系は結構あれですね。意外とね、渋いね。お、なんか豪快使ってんなこいつ。いいですね、いいですね、いいね、いいね。ペリドンは入れてくれないんですね、これ。さっきの岩田さんバカでしたね、やっぱり。ほんと100万円をね、パッと出しちゃいますからね。100万出さないですよ、普通は。本当に疑いなさい。ね、本当におかしいですもん。で、岩田さんよく大塚ら辺のとこ行くっていう噂を聞いてるんですよ。大塚。はい。大塚。そんなちょっとマイナーではないけど、そうなんです、大塚ら辺をよくうろちょろしてるって噂を聞くんですよ、ね、見かけた方はね、お話ししてあげてください、ね、ファンですって。もしかしたら変装しろ可能性ありますよ、ね、サングラスとかかけちゃって。そうそうそう、あー恥ずかしい。今ちょっとスター気分なのかもしれないんで。なるほど。で、警察ちょっと入るとこ見たくないですか。じゃあちょっと一回勝負かけてみる。一回勝負かけましょう。300万とか言ってみましょう。あのこのグループのところに300万。あれ、あ、何在庫ないって。食べ物やんなくていいって言わなかった。お、これ
200万いっちゃうか。200万いきましょう。学生ですよ、でも。うるせえ。学生だからいきますよ。あ、お金ないんだ。残念。残念。次のやつでぼったくりましょう。ぼったくるか。しゃ。おっしゃ。勝負かけます。行ってくれよ。これで300万いっちゃいます。バカでしょ、1万。300万いったらすごいよね。払っとけ。ですよね。まあそうなりますよね。あ、しけた。あれちょっと怒ったじゃないですか。これちょっと怒られんじゃないの、これちょっと怒れちゃいますよ。92万これはちょっとやばい、今日はほんと怖え、これちゃんと働いてんのか。ちょっとこれ用心棒とか雇えないんですかね、雇うとか。ああ、雇うね。これね、返済し続けないといけない感じですね。ちょっとロックをかかってるかと思うので。あ、もうちょっとレベル上げないといけないのか。そうですね、レベルとか、あと返金、あの借金を返済していくと、ああ、アンロックが取れますね。レベルが上がるのか、うん、また仕入れとかないといけない。そうですね、ご飯系やっぱ入れなきゃダメでしたね。そうね、焼酎出るね。出ますね。やり続けちゃいますね、このゲーム。これいつやめんですか、これ。これ本当にやめる。みんないつやめてるんですか、これやってる人。あ、こういうことですか。なんか変なやめときだな。いや、これね、いいね。今日も面白いアプリでしたね、編集長。これ面白い。面白かったですね。うん、なんかね、なんだろうね、身につまされるっていうか、ね。あの相性とか本当にあったら面白いよ ね、 そうですね、見かけの相性とかあったら、はい、でもちょっとこれね、取材してみたい、これ作ったところ。どうしてこれを作ったのか聞きたい。いくら今までぼったくられてるもしかするとね、そういう人たちのこう恨みつらみがこう塊になったゲームなんじゃないでしょうか。怖いよね、やっぱその歌舞伎町とかもさね、あったじゃない、いろいろ。まあ、ありますね。放送流れてんじゃん。ぼったくりのお店には気をつけてください。キャッチには気をつけなさいとかありますもんね。怖い。ところで、これはいくらでしたっけ？はい、こちらのぼったくりバー、ラムズデザインさんのところの、タイトルですけど、はい、なんと無料。おぉ、まあそうですね。あ、そうですね。そうですね。あ、そうだ。偽札で変えたんですね。はい、金のところもありますが、基本無料ですね。あ、いつまでも遊べるということです。これちょ、はい、ちょっと攻略もしたいね。そうですね、気になる。ということで、今週、なんで俺がやってんの。というわけで、今週の、今日です、今日。今週じゃないです。はい、というわけで、明日もぜひ見てください。はい。15時更新予定でーす。ファミツアップのチャンネル登録を忘れずに。よろしくお願いします。ぼったくり、ぼったくってるわけじゃないんで。はい。お願いします。ちゃんとお願いします。はい。じゃあ、さよなら。バイバイ。